はい、皆さんこんにちは。レック専任講師森田隆二です。それではただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第14回目の講義を開始いたします。よろしくお願いいたします。はい、本日ですね、第14回目ということになりますが、ちょっと画面をね、切り替えていきますけども、エコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第14回目ということでありまして、本日のテーマはですね、アメリカの保護主義とですね、日本経済ということであります。まあ、アメリカはですね、トランプ大統領ということはアメリカ第一主義ということで、当初から保護主義、まあ、自国産業を保護するような考え方、をですね主張されてきた方なんですけども、ようやくですねそれが前面に出てきたということで、そのアメリカの保護主義がですね日本経済に与える影響ですね、こんなところをですね本日見ていこうと思っております。ではですね本日の構成ということでありますが、まずアメリカの保護主義ということでありまして、アメリカはですね自国産業をですね保護するような政策に舵をね今切ってるんだと、世界経済日本経済どんな影響が出てくるのかなというところがですね、多くの方の関心事だと思いますんで、まあ、そんなところをねちょっとコメントできたらなというふうに思ってるんですけども、次にですね、その保護主義に対するですね各国の対応、特に中国それから我が国日本なんですけど、どんな対応したのかなと、どんな対応をしているのかなと、そんなところですね簡単にお話しさせていただきまして、最後に、今後の日本経済の影響と、プラスの効果があるのかあるいはマイナスなのかというところなんですけども、そんなところをお話しさせていただくということになります。ではですね、こちらですね、アメリカの保護主義ということでありまして、一個一個ね具体的にお話をさせていただきますけども、アメリカはですね、なぜ保護主義を主張しているのか、自国産業を保護するような政策をですね、主張するのかというと、まず大きな理由がこちらなんですよね。アメリカの貿易赤字ですね、こちらがですね、非常に巨額でありまして、年間8000億ドルというふうに言われているわけなんですけども、こちらを是正したいということなんですよね。貿易っていうのがありますよね。輸出マイナス輸入っていうのが貿易になるわけなんですけども、アメリカは貿易収支が赤字国ということで、もうずっと赤字国だったわけなんですけど、また近年それが拡大しているということでありまして、なんとかしたいということなんですよね。特にですね、この年間8000億ドルのですね、貿易赤字なんですけども、このうちの半分がですね、なんと中国であるということで、中国に対してですね、アメリカがこれはなんとかしろよということを、今ね、主張しているということなんですね。ただね、中国も、言われるね、そういうふうにアメリカから言われる、そういった理由、そういうね、ことをやってる、中国側にも、悪いところはあるんでしょうけども、しかしながらアメリカの貿易赤字がね、これだけ巨大だっていうのはですね、そもそもアメリカの消費がもう巨大すぎるんですよね。アメリカの消費が巨大すぎてですね、自国のですね生産だけだったらかなり追いつかないという、状況にあるというのも、忘れちゃいけないところだと思うんですけども、アメリカはですね、輸出する方が悪いんだと、アメリカは悪くないんだと、そういうスタンスですから、これはちょっとどうなのかなというふうに思うんですよね。日本に対してもずっとアメリカはそれを言ってきてるんですけど、そもそもアメリカというのは消費が巨大なんですよね。ですからその、言ってしまえば貯蓄がその分少ないということなんですけども、要はその経済学の考え方に貯蓄投資バランスという考え方がありまして、貯蓄が少ない国というのはどうしてもですね貿易赤字いい国になりやすいということなんですけど、なってしまうということなんですが、アメリカはそもそもですね貯蓄が非常に少ない、その国ですから、消費がとにかく巨大ですからね、貿易赤字というのはアメリカ国内にもですね理由があるんだということを決して忘れてはいけないんですけども、どうもアメリカの主張を見ておりますとですね、輸出する方が悪いんだと、不正にアメリカはね売りつけられてる的なね、そういった意識をねお持ちなのかなというふうに、アメリカのねトランプさんの発言なんか聞いてるとですね思ってしまうんですけども、そもそもアメリカの消費が巨大すぎると、そういったところにも原因があるということは、認識してほしいかなというふうに思うんですけどね。で、アメリカが貿易赤字ということで、アメリカの国、それに対する悪影響というのがアメリカ国内でも出てきますんで、したがって雇用をもっと増やしたいんだというのがトランプさんの主張であります。
で、こういった状況がありましてですね、アメリカの保護主義の具体的な表れといたしましてですね、最近出てきたのがこちらなんですね。鉄鋼アルミの輸入制限ということで、根拠の法律がですね、通商拡大法232条ということなんですけども、そもそも通商拡大法というね、法律なんですけどね、そもそも通商というのは何かなっていうと、通っていうのは通すということですよね。商っていうのは商取引ということで、商取引を通すということなんですけども、だから外国と商取引をするっていうのが通商という意味合いなんですが、通商拡大法ということですから、外国とのですね、商取引を拡大していくというね、そういった法律が通商拡大法であると。ですから自由貿易をどんどん拡大していくというですね、法律なんですよね。で、その自由貿易を拡大する際にですね、アメリカの大統領に権限をね、その関税率を操作する権限をね、与えると、そういった法律がですね、通商拡大法ということなんですよね。でありまして、それで今回はですね、この通商拡大法の232条ということなんですけども、232条というのは何かなっていうと、安全保障にですね、脅威がある場合ですね、輸入是正できると、関税率をですね、非常に高めることができますよっていうのが、232条なんですよね。ですから、例えば今回ね、鉄鋼とアルミということなんですけども、鉄鋼とアルミのこれから、鉄鋼とアルミのね、輸入が増えますとですね、何が問題なのかなというと、安全保障をですね、脅かされるというのがアメリカの主張なんですね。つまり鉄鋼とかですね、アルミっていうのはですね、武器だとか防衛技術だとか、そういったところに入り込んでる、そういった原材料ですから、したがってですね、外国からですね、大量にその鉄鋼あるいはアルミニウムっていうのが入ってきますとですね、そういった武器とかあるいは防衛技術に携わる業界がそもそも成り立たなくなるよということでありまして、そういったね、安全保障上に大切な企業を保護するためにですね、輸入制限今回するんだと、安全保障上の理由があるんだと、そういったことをね、アメリカは主張していると。で、具体的に言えばですね、追加関税ということで、鉄鋼に関してはですね、鉄鋼に関しては 25% さらに追加関税と、アルミに関しては 10% ということなんですよね。ちなみに日本はですね、鉄鋼に関してはアメリカに対してですね、7位ですね。アメリカは鉄鋼、かなりの量を輸入しているわけなんですけど、その順位でいうと日本は7番目と。で、一方でアルミに関しては日本は10位には入ってませんね。アルミに関しては中国の方が一方で入ってて、中国は4位ということなんですけども、その中国そして日本、これは今回のですね、通商拡大法232条をアメリカが出してきてですね、日本も中国も影響を受けるということになるわけなんですよね。では、その次でありますけども、アメリカの保護主義で、アメリカは良くならないというふうに書いておきましたけども、保護主義をやるということなんですけども、貿易赤字をですね、解消すればですね、じゃあアメリカは今以上に良くなるのかというとですね、良くならないんじゃないかなというふうに私は思いますし、多くの経済学者もですね、やっぱ保護主義に舵を切るとですね、実は首絞めるんだよというふうに思ってるんですよね。それをちょっと簡単にね、本日お話できたらなというふうに思ってるんですけども、そもそもですね、現在のアメリカの鉄鋼価格っていうのは世界平均よりもですね、2、3割高いんですよね。アメリカっていうのはですね、もう本当に世界最大のですね、国ですから、GDP ナンバーワンの国ということで、日本はナンバースリーですけどね、中国に抜かれましたが、アメリカは1位であると。つまりアメリカっていうのは、世界で一番金を稼いでる国ということで、もちろん人件費も高いわけなんですよね。ですからアメリカで鉄を作ってしまうと、どうしてもですね、世界の水準よりも高くなってしまうということでもあると思いますし、そもそも競争力的にも落ちてんじゃないのというところもあるんでしょうね。ですから世界平均から 2、3 割高いというような状況にあるんですよ。で、さらにですね、鉄鋼の追加関税ということで、先ほどのお話でいうと、鉄鋼でいうと追加で 25% アップと、アルミニウムに関しては 10% アップということですから、その関税、という観点で言っても またさらにね、コスト増ということですね。だから今回のね、件で外国からその鉄ないしアルミニウムを輸入すると、関税分がコスト増加につながりますんで、外国から輸入した場合もコストが増加すると、あるいは外国から買いませんと、
国内の鉄を作ってる会社から買いますと、国内のアルミニウムを作ってる会社から買いますと、アメリカがそういうふうに、ねしたとしてもですね、もうそもそもアメリカの企業が鉄とかアルミニウムを作るとですね、まあ、ここでは鉄の話ですけども、2割から3割高いということですから、アメリカの企業がですね、アメリカの鉄鋼会社から買ったとしてもですね、やっぱり割高なものを買ってしまうということですよね。つまり何が言いたいのかというと、原材料価格がアメリカで高騰するってことに他ならないわけですね。じゃあ原材料価格が高騰するとこれ何が起こるのかなというと、販売価格ですね、これも上昇してしまうと、そうすると消費者への悪影響が発生するでしょうということですよね。まあ、その鉄とかアルミニウムっていうのはもちろんそのいろんなものに使われているということでありましてですね、まあ、例えば自動車であるだとか、あるいは建物とかそういうね、ものにも使われているということですから、まあ、従いましてね、まあ、販売価格、自動車とかね、それから建物とかそういったものの販売価格が上がってしまうっていうことに他ならないということですね。で、販売価格が上がってしまったら、じゃあ誰が損するのよというと、まあ、消費者になるわけですよね。外国から安いものが入ってきていればですね、消費者はですね、その分安いですね、そういった自動車とか あるいはね、不動産が手に入るわけなんですけども、しかしながら、関税率が上昇してしまうとですね、まあ、要は原材料費が上がってしまうと、あるいは国内の産業からですね、鉄鋼アルミニウムを買うとですね、そもそも高いわけですから、やっぱりコスト増ということで販売価格が上昇してしまうっていうね、そういったデメリットがあるわけなんですよね。で、それは、まあ、消費者にとっては非常に好ましくないということで、安い値段だったら買おうかなというふうに思ってた消費者がですね、買わなくなってしまうということで、まあ、アメリカ国内にも悪影響がね、これ出てくるということなんですよね。で、まあ、鉄鋼輸出国からの報復で農産物輸出に大打撃、逆効果というふうにこれ書いておきましたけども、まあ、鉄鋼輸出国ですね、まあ、例えば日本、いろいろありますよね。日本なんかもしておりますし、まあ、いろんなところが鉄鋼を輸出しております。ないしは、まあ、アルミもいろんな国が輸出しているわけなんですけども、そういった、ね、輸出国の報復、ね、なんで、うちが、ね、売っているものに対してですね、そんなに関税率を高めるんだということで、報復っていうのがあるわけなんですよね。で、報復がやっぱり怖いわけで、でアメリカっていうのはですね、まあ、例えば農産物のですね、輸出国なんですよね。まあ、例えば大豆っていうのがありますけども、大豆なんかは世界ナンバーワンなんですよ、アメリカっていうのはね。世界の大豆のですね、35% も作っておりましてですね、そして、中国に 60% 以上、輸出してるっていう国なんですね。世界の 35% の大豆はアメリカがそもそも作ってますよと。で、そのうちの6割以上を、中国に売ってますよということですよね。ですから中国がですね、アメリカの大豆買わねえというふうに言ったらですね、何が起こるのかなって言っても、アメリカの、大豆のですね、生産者、アメリカの大豆のね、生産、アメリカの大豆を生産している企業がもう破綻してしまいますよ、中国が買わなくなってしまったらね。ですからそういうですね、鉄鋼とかアルミの輸出国ですね、そういったところが報復をするとですね、アメリカにとっても非常にですね、困った状況になってしまうということなんですよね。ですから、非常にこれ危険なですね、そういったね、政策なんですよね。逆効果になりかねないということであります。ですから、まあ、アメリカの消費者といたしましてはですね、まあ、先ほどの、ね、鉄とかアルミニウムを使ってるですね、そういった、まあ、製品の販売価格が上昇してしまうんで、まあ、消費が冷え込む可能性がある。消費が冷え込むということは景気が悪化する可能性が出てくるということですし、さらにですね、そういった、まあ、輸出国からですね、報復をされてしまいますと、アメリカが報復をされてしまいますとですね、まあ、農産物の輸出、まあ、例えば大豆っていうのがですね、まあ、代表的になるわけなんですけども、大打撃を受けてですね、まあ、農産物のですね、まあ、そういったですね、あの農家の方々なんかはまあ破綻してですね、まあ、非常に、まあ、景気がね、まあ、悪い方向にね、行く可能性が出てくるということですね。ですから、まあ、雇用増加に実はつながらないんじゃないかというふうに言われてるんですよね。まあ、トランプさんはですね、まあ、
あの保護貿易、保護主義を貫くことによってですね、貿易赤字を解消し、そしてアメリカで雇用を増やすと、まあ、そういうことをですね主張されている方なんですけども、かえって逆効果なんじゃないのと、保護主義に舵を切ったことによってですね雇用減るんじゃないのと、こういうふうに、見る考え方もありまして、私もむしろそうなんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で、ある、まあ、試算なんですけども、雇用増加につながらないと、14万人の雇用が減るっていうね、そういった、まあ、データもあるんですよね。まあ、本当にそうなるか分かりませんけども、どう転ぶかはそれは分かりませんけど、実はね、まあ、雇用という点で言うと減るんじゃないのかなとこういうふうにも思ってしまうということなんですけども、まあ、そこのところね、今後まあ、よく見ていきたいなというふうに思いますけどね。じゃあね、アメリカはその保護主義で良、くならないと、ね、自国の産業、自国の状況が良、ね、くならないかもしれないということなんですけども、じゃあトランプさんの本当の狙いって何なのかなと、ね、雇用を増やすというのが目的であれば、むしろ保護主義じゃないんじゃないかっていうのが、まあ、おそらく経済学者が多く抱いているそういった、ね、考えなのかなというふうに思うんですけども、じゃあトランプさんね、本当の狙い何なのかなっていうとですね、こちらなんですよね。トランプ大統領の狙いはということで丸1といたしましたけども、2018年11月の中間選挙で勝ちたいということなんですよね。まあ、中間選挙っていうのがありましてね、中間選挙っていうのは何かなっていうと、まあ、大統領の任期っていうのは4年ですよね。ですから4年に1回大統領選挙が行われるということなんですね。で、4年に1回行われる大統領選挙のその中間の選挙、中間に行われる選挙のことを中間選挙っていうふうに言うんですけども、その中間選挙っていうのは、その中間選挙にですね、その、アメリカの上院と下院のね選挙を行うということなんですね。まあ、アメリカの大統領の任期が4年と、その4年の中間、ちょうど真ん中にあたるところで、まあ、選挙を行いますよと。それが中間選挙なんですけども、どんな選挙かというと上院と下院の選挙であると。じゃあ上院って何ですか、下院って何ですかっていうことなんですけども、まあ、上院っていうのは、まあ、合計で100名いるわけなんですけど、任期が6年なんですね。で、まあ、共和党が現在ですね51議席、そして、民主党がですね、民主党それからその他で49議席取ってるということで、かろうじてですね上院で共和党が握ってますよということですね。まあ現在ねトランプさんは共和党ですから、まあ、共和党が与党ということなんですけども、上院でいうとですねかなりね危うい状況ですよね。これ51取ってますから、まだ過半数持ってるということなんですけど、次のですね中間選挙でですね上院が負けてしまったらですね、これひっくり返る可能性があるということですよね。ですから、まあ共和党が上院で、過半数確保できなくなったらですね、法案がですね通りませんから、まあ、したがってですね非常にトランプ大統領としては今回ね中間選挙で勝たないとやばいなっていう風になってる、そういった状況にあるわけなんですね。で、それから下院の方は435名いまして、任期は2年ということなんですけども、共和党が現在239名、そして民主党が193名持っておりましてですね、で、まあ、上院はですね、2年に1回ですね、3分の1が改選されるんですね。上院は2年に1回、3分の1が改編されまして、で、下院の方は任期が2年ということで短いですから、435名ですね、全員が改選されるということであります。で、まあ、上院も下院もですね、まあ、共和党が取りたいということでトランプさんが動いているわけなんですけども、まあ、そのトランプさんがですね、選挙に勝ちたいということでですね、まあ、かなり保護主義に舵を切っているのかなと、後でちょっとまた具体的に述べていきますけどね。で、まあ、簡単に上院と下院の、ねお話もさせていただきますけど、上院は100名、上院は100名で成り立っているということなんですけども、まあ、アメリカっていうのはですね50州ありましてですね、まあ、1つの州から2人のですね、議員を送り込むっていうのが上院の考え方なんですよね。で、それに対して下院っていうのは435名ね、議席数が435名ということなんですけども、まあ、人口に応じてですね50州にですね、議員を配分するんですね。ですから、まあ、例えば、そうですね、アラスカなんかは、まあ、人口が非常に少ないですから、人が少ないですから、アラスカからは1名ですよと。で、それに対してカリフォルニアなんかはですね、まあ、非常に、まあ、人口が過密しておりますから、人が多いですから、53名下院議員として割り当てられるということで、でそれでね選挙区が作られてですね、それで、まあ、下院議員が選ばれるということなんですけども、ですから上院というのはですね州の代表ということなんですけど、下院はねその選挙区の代表という、ね位置づけなんですよね。
でトランプ共和党が過半数を維持できるかということなんですけども、この維持できればですね、今後の政権運営ですね、非常に、まあ、楽ができると、法案が通りますからね。一方で、まあ、共和党でも上院でも下院でも過半数取り損ねてしまいますとですね、なかなか法案が通らないということで厳しいですね、まあ、政策運営になってしまうのかなと。そして今回勝たないとですね、まあ、再選っていうね、ことにはなかなかならないかなということで、まあ、今回の中間選挙というのはトランプさんかなり気合い入れてるのかなということですけどね。ではその次なんですけども、丸2といたしましてですね、トランプ支持者の中に、鉄鋼アルミ産業があると、ここなんですよね。まあ、アメリカ最大級の労働組合でユナイテッドスティールワーカーズというのがあるわけなんですけども、ここ、まあ、こういった人たちに、まあ、票を入れてほしいということでありましてですね、だから、まあ、保護主義的な政策を今かなり、ね、前面に打ち出していると、ね、まあ、鉄鋼、ないしはアルミ産業のですね、まあ、そういったいわゆるオールドエコノミーと言われる方々だと思うんですけども、まあ、そういった人たちから、まあ、票を得たいということで、まあ、そういった業界を保護するという政策に舵を切ればですね、まあ、票を得やすくなりますから、まあ、トランプさんの狙いはですね、まあ、そういった方々から票をいただくということになるのかなというふうに思いますね。ですから、まあ、彼はですね、現在自由貿易ではなく保護貿易の方に向かっていると。まあ、国内産業を保護するような政策、保護主義によって、まあ、票を、まあ、トランプさんは集めてですね、中間選挙を乗り切ろうとしているのではないのかなと。まあ、しかしながらですね、これ反発も多いです。特に IT 関連企業なんかはですね、反発してるんですね。で、 IT 関連企業っていうのはですね、安い中国製のですね、まあ、通信機器を使ってるんですよ。まあ、現在アメリカの通信網っていうのはですね、まあ、そういった中国製のものがですね、かなり入り込んでるわけなんですよね。サーバーとかネットワークの機器ですね、そういったものがアメリカのですね、そういった通信機器にかなり通信網に組み込まれてますから、そういったね、中国製品を締め出すだとかですね、まあ、そういった状況になってしまいますとですね、 IT 関連、アメリカの IT 関連企業としても困ってしまうということでありましてですね、まあ、そういったね、国内産業保護政策、そういうのやめてよっていうふうに、まあ、IT 業界からはかなり反発が出てるということなんですよね。ですから、まあ、国内でもどうなのというふうに思ってる方は結構いると。ではトランプ保護主義への中国の報復というふうにさせていただきましたけど、まあ、トランプの保護主義政策ですね、トランプさんの保護主義政策ということなんですけど、中国はですね、どういうふうな対応を取っているのかと、まあ、報復というふうに書いておきましたけども、まずアメリカの通商拡大法232条に関する、ね、報復なんですけども、先ほど申し上げましたけど、鉄鋼へ 25%、 アルミへ 10% の関税をかけるということですよね。でさらに中国に対しては、この通商拡大法232条以外にもですね、トランプさんは詰め寄ってましてですね、アメリカの通商法301条ですね、こちらも主張しているということなんですね。で、通商法301条というのは何かなということなんですけども、通商法301条というのはですね、まあ、不公正なですね、貿易慣行、不公正な貿易のですね、慣習慣行を行っている国に対してですね、まあ、ちゃんと話し合ってですね、そういった不公正をやめましょうとね、そういうふうにちゃんと話し合いをしたりだとかですね、それで、まあ、不公正が治らないのであれば制裁しましょうというのがね、通商法301条なんですよね。まあ、中国という国はですね、まあ、やっぱり、まあ、そういった意味では、まあ、ちょっと不公正な、ね、取引慣行があるのかなと、まあ、トランプさんが言うにはですね、まあ、中国というのはかなり補助金を、ね、企業に出してますから、まあ、必要以上にですね、生産を行ってしまう、過剰生産を招くんだと。で、過剰生産を招くから、国内で売りさばけない分を外国で売ってしまうでしょうと、補助金出しすぎなんじゃないのと、不公正な貿易慣行をしてるんじゃないのというふうに言ったりだとかですね、あるいは外国の企業に対して投資をですね、制限するっていうのが中国結構やってたりするんですけども、それも不公正なですね、慣行なんじゃないのということで、まあ、アメリカといたしましてはですね、この通商法301条を持ち出してですね、まあ、これから
まあ、中国と、まあ、協議をしようと、それで、協議が解決すればいいんですけども、協議が解決しなかったらですね、制裁を加えるっていうのが通商法301条なんですけども、これをね、今中国に対してちらつかせているということなんですが、情報通信機器ですね、1300品目へ 25% の関税をかけますよと、まあ、現在品目をですね検討中ということなんですけども、まあ、大体1300品目かなということなんですが、 25% 関税ということですね。でこの2つに対してですね、中国はまあ報復するわけなんですけども、どんな報復をするんですかっていうと、豚肉とかワインですね、128品目になるというふうに言われておりますけども、中国側はアメリカに対して最大で 25% の関税をかけますよということを言ってるんですね。ただね、もっと厳しいね、そういった報復もあるんですけど、そちらに関してはまだ出してないということですね。まあ、アメリカとしては、まあ、先ほど申し上げた大豆なんかでですね、まあ、輸入制限されると、もう本当に国内の生産者が困ってしまうと、国内の農家が困ってしまうということで、大豆持ち出されたくないわけですよね。まあ、あるいは自動車だとか、あるいは航空産業、飛行機ですね、そういったところも、中国というのはお客さんですから、従いましてね、中国が自動車買わないよと、飛行機買わないよというふうに言ってしまったらですね、アメリカの自動車産業あるいは飛行機産業、これ困ってしまうということですね。ですから、まあ、今回のですね、アメリカの通商法301条が出たあたりなんかはですね、アメリカのボーイング社のですね、株価が下がってるんですよね、急落してるんですよね。でなぜボーイング社の株価が急落したのかというと、まあ、中国というのはお客さんですから、今発注しているですね、ボーイング社の飛行機をですね、もうキャンセルとかって言ったらですね、アメリカとしては非常にボーイング社としては困ってしまうと、大量なキャンセルが出たら非常に困るだろうということで、ボーイング社大丈夫かなということで、ボーイング社の株が売られ、急落したということでありましてですね、まあ、いろんなところにね、影響が出てくるということなんですよね。ですからまだ中国の対応としてはですね、まあ、豚肉、ワイン、128品目ということなんですけど、まだまだですね、とっておきのカードを切ってないという状況なんですよね。だからとっておきのカードをですね、アメリカに対して中国が大豆とかね、飛行機とか自動車とかそういったカードを切り出したらですね、アメリカもちょっとね、非常に困ってしまうんじゃないのかなと。でそれからですね、これですね、米国債の購入を減らしますよと、あるいは売却しますよと、そういったカードなんかもちょっとちらつかせているのかなと。まあアメリカっていうのはですね、まあ、大量にですね、国債を発行して、まあ、借金、要は借金してですね、お金を集めているという国なんですけども、まあ、アメリカの米国債をじゃあどこの国が一番持ってるんですかっていうと、まあ、日本だったり中国だったりするわけですよね。まあ、日本と中国がもうほとんど双璧ですよね。まあ、入れ替わ順位入れ替わったりしますけど、まあ、大体日本も中国もですね、120兆円ぐらい持ってんじゃないですかね、米国債をですね。ですからその中国がですね、米国債のその購入額を減らすだとか、あるいは米国債売ってしまいますよというふうにね、アメリカに行ったらですね、アメリカとしては非常に困ってしまうと。中国みたいに米国債を持ってるようなですね、国がですね、米国債を売りまくったらですね、米国債の価格がですね、もう急落するのが目に見えてますから、まあ、そんなことをやられたらですね、アメリカとしてはですね、お金が調達できないということで困ってしまいますからね、非常にアメリカとしては怖いカードをですね、まあ、中国に対して持たれてるわけなんですけど、さすがにね、米国債の売却まではいかないと思いますけど、購入減とかね、ひょっとしたらあり得るかなということで、まあ、金融、そうなったらですね、これ金融市場も揺れる話になるわけなんですよね。ですからこのトランプさんの保護主義政策っていうのは、こう結構いろんなところに影響が出てきて、私なんか怖いなというふうに思ってるんですけどね。で日本の対応どうでしょうかということなんですけども、アメリカの通商拡大法232条に対するものなんですけども、まあ、鉄鋼 25% アルミ 10% の追加関税ということなんですが、日本は適用除外にしてもらうようにですね、現在働きかけてんですね。まあ、外務大臣の河野さんという方がいらっしゃいますけども、まあ、河野さんがですね、 USTR アメリカ通商代表部のですね、トップであるライトハイザーさんにですね、働きかけてるということなんですけども、なんとかですね、その外してくれないと、日本とアメリカ仲いいじゃないと、外してよということを、まあ、適用除外ですね、まあ、働きかけていると。まあ、ただですね、まあ、日本の鋼材輸出量は全生産量の約 2% ということですから、まあ、これに対する、ね、影響はそれほど大きくないのかなとも思うんですよね。
まあ、実際ですね、この鉱材輸出のですね、量は、まあ、パーセントで言うと小さいですし、まあ、実はその鉱材ですね、アメリカで生産できないものを、あるいはですね、アメリカで供給が少ないものを、まあ、日本が輸出しているというね、形になっておりますので、まあ、関税率がアップしたとしてもですね、結局売れるだろうっていう見方があるんですよね。日本から買わないと結局アメリカに対してですね、アメリカは調達できないと、アメリカ国内でなかなか生産できないようなものを、まあ、日本が売ってると、アメリカ国内ではですね、供給が少ないものを日本が売ってるということですから、まあ、関税かけられたとしてもですね、そんなに影響は大きくないのかなっていう見方もね、実はあるんですよね。で、まあ、日本には米国債カードは切れないということなんですけどね、まあ、日本はですね、やっぱりアメリカのお友達ということですから、まあ、従いましてですね、まあ、なかなかですね、米国債売るぞとか購入額減らすぞということはなかなか言えませんし、まあ、あとですね、やっぱり米国債以外にですね、外貨準備っていうふうに言いまして、まあ、外国の資産何で持つのかというと、やっぱり米国債以外に、持つべき資産というのがなかなか見当たらないところがあるんですよね。まあ、ユーロなんか持ったらですね、えらいことになってしまう可能性がありますし、まあ、従いましてね、やっぱり米国債が一番いいのかなと、あるいはマシなのかなということで、まあ、米国債を、売るというね、カードはなかなか、まあ、日本とアメリカの関係もありますし、まあ、実際売ったとしてもそれに代替するですね、まあ、資産、これがないかなということで、まあ、なかなか米国債カードは日本としては切れないのかなと、まあ、それは米国債以外のね、代替する資産がないというのは中国もね、やっぱり一緒ですけどね。で、今こそ自由貿易の恩恵を考えようということでありましてですね、保護貿易主義が、第二次世界大戦の一因というふうにこれ書いておきましたけども、やっぱり世界大戦というのが起こったその理由の一つというのが、まあ、保護貿易に各国が走ってしまったっていうことに、まあ、原因の一つがあるのかなということで、まあ、戦後ですね、それを踏まえてですね、まあ、GATT、関税と貿易に関する一般協定、あるいは WTO ですね、それが発展して WTO というのができましたけど、世界貿易機関ですけども、によって、まあ、自由貿易が推進されたんですよと。で、保護主義ではなく、保護主義では世界経済が衰退してしまうと、まあ、自由貿易こそがですね、経済の構成を高めてきたんだよということでありましてですね、まあ、これはですね、日本もそうですし、まあ、アメリカを中心とした国々の戦後のも共通認識ですよね。自由貿易こそが、まあ、世界経済の発展に寄与してるんだと、そういったね、認識が、まあ、どの国にもあるのかなっていうふうに思うんですよね。で、それを、まあ、今回ですね、保護主義の方にちょっとね、舵を切ってるのではないかなというふうに見えて取れるんですよね。で、じゃあ日本経済の影響といたしまして丸1ということなんですけども、アメリカの保護主義、世界経済のリスクが高まるということなんですが、要はその、まあ、アメリカが保護主義を行うということで、これからどうなっちゃうのかなということで、リスクが高まっている状況に今陥っているんですよね。で、特にそのアメリカが保護主義に舵を切るとですね、アメリカとどこの国が一番対立するのというと、どう考えても中国ですから、アメリカのですね、貿易赤字の半分がですね、中国ということですから、アメリカが保護主義に舵を切るとですね、その対立相手は中国になってしまうんですよね。で、中国とアメリカっていうのはもう世界の二強ですからね、今やね、日本が中国に追い抜かれてから相当経ちますけども、やっぱりアメリカ、中国っていう、まあ、そういったね、世界経済の、まあ、その両輪ですよ、そこが対立しちゃう、まあ、つまり貿易戦争なんか起こしちゃうとですね、世界経済これどうなっちゃうのかなということで、非常に今リスクが高まってる状況にあるんですよね。で、リスクが高まってる状況ではですね、リスク資産、危険資産の保有量を減らして安全資産の保有量を減らそうというね、そういったリスクが高まっている時というのは安全資産の購入が増えてくるんですよね。リスク資産を減らすと、手持ちのね、手持ちのリスク資産を減らすと、そして安全資産を増やすと、まあ、そういった状況にあるんですよ。リスクが危険が、増している状況というのはね、現在のようにね。で、じゃあ世界のリスクが高まるとですね、どんな資産が買われるんですかって言うと、まあ、安全資産の代表っていうのは円ですから、まあ、円が買われるというふうなことでありましてですね、円が大量に買われる、つまり 円が足りなくなって円高になるというですね、まあ、そういった状況が到来するのかなということですよね。
でそれからアメリカがですね貿易赤字を減らすってことはですね、まあ、ドル安、まあ、つまり円高路線ドル安円高になってもですね放置する、まあ、あるいはドル安 円高に進むようにトランプさんが発言する、まあ、そういったね、まあ方向性に行きかねないということでですねますますそのね円高に進む可能性ドル安に進む可能性が出てくると。ですからまあ、円高株安ですね、まあ、リスクが高まると世界経済のリスクが高まりますとですね、安全資産の代表である円が買われて円が足りなくなって円高になりますよと。しかもアメリカは貿易赤字を減らすようにですねトランプさんが口先介入ということで、まあ、ドル安を目指すようなそういった発言しかねないと円高を放置する発言をしかねないと。そうしますとますます円高が進む可能性が出てくると。そして、まあ、世界経済がリスクが高まりますとですねリスク資産を減らすということですから株が売られるということで株安になるんですよね。ですからまあ日本は円高になりまして、まあ、円高になりますと企業業績が悪化するということですね。まあ、日本の主要企業のですね業績っていうのは円相場にですね左右されやすいんですよね。まあ、例えば1円円高になりますとですねトヨタ自動車は450億円利益が減ってしまうというふうに言われてしまいますのでかなり円相場にですね左右されるっていうのが日本の企業なんですよ。ですから円高になってしまいますとですね日本の企業の業績が悪化すると。日本の企業の業績が悪化するとですね要は景気が悪くなるということですからやっぱり日本国内でも消費とか低迷するのかなと景気が悪くなるのかなとそういった圧力が円高によってかけられるということですよね。一方でまあ、株安ですよね。で株安になりますとですね何が起こるのかなというと消費が減ってしまうんですよ。株の値段が下がると、まあ、例えば今2万1000円ぐらいあるんですけども株の値段が下がると例えば1万5000円とかね株の値段が下がったら何が起こるんですかということなんですけども株の値段が下がりますとですね資産家の方々からすればですね自分の資産の価値が目減りしてるということですね。自分の資産の価値が目減りしてるんだったら消費増やさないじゃないですか。ああ資産が減っちゃったなと、ね2万1000円の株価だったのが例えば1万円とか1万5000円に減っちゃったと。あ自分の資産減っちゃったなと減っちゃってんですからそれはじゃあどういう行動を起こすんですかというと、ね、無駄遣いしなくなるじゃないですか、ね自分の資産が目減りしている状況で無駄遣いを増やすやつっていうのはあんまりいませんので自分の資産が目減りしているという状況ではですね自分の、消費ですね無駄遣いを減らしにかかりますよね大体ね。ですから株価が下がるということは無駄遣いが減るということで消費っていうのがですね減少してしまうっていうことなんですよね。ですからまあ株安消費減少ということですね。いろんなねこれいろんな循環もあるんですよね。円高になると企業業績が悪化する、企業業績が悪化するから日本の企業の株が売られて株安になるというこういうルートもありますし、そして、アメリカの保護主義、世界経済のリスクが高まっているということで、まあ、リスク資産を減らすという観点から株安になるということで、まあ、この辺ですね、まあ、いろんな相互に影響を与え合っているというふうに考えるのが、まあ、いいのかもしれませんね。でまあ、株価で言いますとですね3月の下落率っていうのは結構大きかったですね。まあ、3月の下落率で言うと、まあ、日本はですね 6.6% も下がっているということなんですよ。でこれはですね非常にですね世界経済の中でも日本が結構ね、突出しておりましてですね、まあ、震源地のアメリカでは 6% ドイツイギリスは 4% 中国では 3% ということで、まあ、日本は、まあ、そういった意味ではねかなりその、株安敏感にこう反応しているのかなということですよね。あるいは円高に関してもお話しさせていただきますとですね23日だったんですけども、1日で、ごめんなさい いつだったか忘れましたけども、20日ぐらいだったと思いますけども3月のですね、1年4ヶ月ぶりに104円1ドル104円ということでかなりの 円高が進んでしまったんですよね。ですから、現在1ドル100円もあり得るような状況でかなりの円高が、ね、これからも進んでしまう可能性があるということで、まあ、それは企業の業績に、ね、かなり悪影響を及ぼすだろうということですよね。でまたごめんなさい株価の話に戻りますけど、下落率が3月 6.6% ということだったんですけども23日に至ってはですね1日で、1000円超の、ねえー、下落と日経平均株価が下がったということでありましてですねかなりね日本 その株式市場は敏感にね今回のことに、反応しているということなんですけどね。
では日本経済の影響丸2ということで、こちらなんですけど、鉄鋼アルミ以外の産業に波及する可能性があるということですね。先ほどもちらって申し上げたかもしれませんけども、鉄鋼アルミだけだったらですね、あんまり影響が出ないかなと。日本の産業に対してね、影響は限定的かなと。まあ、先ほど申し上げましたけども、まあ、鉄鋼はですね、まあ、なかなかその関税率をアメリカが引き上げたとしてもですね、高くてもアメリカは買ってくれるような状況にあるんですよね。なぜならばアメリカの国内でその鉄鋼が生産できないから、あるいは供給が少ないからということで、関税率が引き上げられたとしてもですね、日本の輸出は減らないだろうというふうな見方があるんですよ。ですから、それだけで見るとですね、結構その影響、悪影響は限定的かなっていうふうに思うんですけども、ただこれで止まらない可能性があるんですね。まあ、だから鉄鋼アルミね、鉄鋼アルミで打ち止めというのであれば、まあ、それほど悪影響出ないのかなということなんですけども、鉄鋼アルミで止まらない可能性が出てくるわけですよ。で、そうしたらですね、非常に困ってしまうということですよね。まあ、他の業界ですね、まあ、鉄鋼アルミ以外の産業に波及する可能性がありますよと。で、それから次ですね、貿易戦争の勃発で米中世界経済の両輪、の景気の減速により日本経済も減速する可能性があるんじゃないですかということでありましてですね、まあ、やっぱり先ほども申し上げましたけど、アメリカと中国はもう世界の二強ですから、まあ、ここがですね、アメリカが保護主義に舵を取ると、中国はアメリカの貿易赤字の半分ですからね、米中が対立するという構造になって、まあ、つまり貿易戦争が勃発するという構図になりましてね、それっていうのは世界経済に悪影響出てきますし、もちろん日本経済にも悪影響出てきますよと。やっぱり日本っていうのは結構、貿易で、まあ、貿易立国とまではもう最近は言えないのかも分かりませんけども、やっぱり日本っていうのは中国アメリカにかなり輸出して、それによって成長している部分っていうのがあるわけですから、まあ、その米中のですね、その景気が減速してしまいますとですね、日本としても相当な悪影響を、受けるのかなと、悪影響が出てくるのかなということなんですよね。で、まあ、アメリカが保護主義を行いますとですね、まあ、世界の貿易量もですね、縮小してですね、その貿易量の縮小がですね、堅調な世界経済の足を引っ張ってしまう可能性もありますよと。まあ、現在世界経済かなり調子がいいんですよね。しかしながら、まあ、その堅調な世界経済の足を引っ張りかねないということですね。まあ、そうすると日本経済としても悪影響出てきますよということですよね。まあ、今やっぱり、かつてもう十数年前と比べますとですね、やっぱりこう世界がかなりその貿易によって成り立っているところがあるんですよね。まあ、例えばあるデータによればですね、先進国が投資、設備投資を 1% 増やしますとですね、新興国からの輸出がですね、0.4% 増えるっていうデータがあるんですね。まあ、つまり弾力性という考え方があるんですけど、弾力性が 0.4 と。1% 設備投資を増やすと、新興国からの輸出がですね、新興国からの輸出が 0.4% 増えるということで、弾力性が 0.4% ということで、まあ、これ 10年前ぐらいのですね、倍ぐらいなんですよ。まあ、それだけ世界経済がですね、今や貿易によって、貿易をベースにして成り立っているということに他ならないわけでありましてですね、まあ、アメリカが保護主義を発動しますとですね、その世界の貿易量が縮小してしまって、まあ、今ね、堅調に推移しているですね、世界経済がですね、こうこけかねないということですね。そうなってしまうとちょっと困るかなと。だからそういうもろもろリスクを、ね、踏まえてですね、投資家の方々が今安全資産に、結構ね、安全資産を買い出しているということなんですよね。ですから3月の、数字なんですけど、この1ヶ月でですね、世界の株のですね、時価総額が3兆ドルもですね、減ってるわけなんですよね。3兆ドルもですね、この1ヶ月で、時価総額が減ってるということで、まあ、これだけの、これだけが原因ではないんでしょうけども、まあ、結構ね、今回のインパクトっていうのは結構大きいのかなと。まあ、日本経済にとってはですね、かなりの悪影響というね、円高株安というのは日本経済には今非常に、悪影響が悪い材料で、悪影響になるということなんですけどね。
まあ、今回ね、アメリカの保護主義、そして、その影響をですね、日本経済がどう受けるのかということをお話しさせていただきましたけども、まあ、今後もね、アメリカの動向をね、しっかりと見ていきたいなというふうに思っております。それではですね、本日の講義ですね、以上とさせていただきます。どうも皆さん、お疲れ様でした。